ムズキューン青高校167階建てのおつかビルです。ビルさん、はい、でもこの間ねベトナムと台湾行ってきたの。いいな。せんのね、うん、お土産買ってきた。やった、いいの。まずは、うん、ベトナムから。やった、じゃん。この袋がまず可愛いでしょ。ブラジャーとパンツ、刺繍の袋がベトナムで有名らしくて、うん、市場でこういう繊細なんだよね。可愛い。じゃあまずはなんだろう。じゃん、ピューセルフ効果音ですか。そうです。今は編集が楽になるように優しい。なんだっけこれ。これあのいけないものじゃないよね。いけない。これはクッキーなの一応。え、クッキーなの。そう、めっちゃ密封されたクッキーで、なんだっけな、傘女のクッキーみたいな名前。なんだっけな、傘かぶってんのよ。ベトナム行ってさ、こういう傘頭にかぶるから、ね、で、こちらビングビングわかんない、ビンビンかもしんないし。カンボジアとかフィリピンとかベトナムとかでしか展開してないお菓子のメーカーらしい。元気になるビングビング。チョコ。あ、チョコ、チョコ、これを入れときました。ありがとうございます。あとはココナッツ石鹸。あ、かわいい。これがなんか結構ネットで調べたら有名で、うん、美白効果があるって。全身、顔もいけるし体もいける美白効果のある石鹸です。白くなるの私。なる。やった、嬉しい。つけまくろう。いい匂い。つけまくろう。石鹸だから、つけまくったら石鹸洗い流すね。ちゃんとつけたらぬるぬるになってるかもしれない。でもう一つこちらココナッツ、これはなんと開けちゃうっていうね。これは開けなかったのに。これは開ける。じゃーん、リップバームです。やったー。あ、お、すごい。ビン、ビンビン。違う違う違う、ビンビン。これ中にココナッツ入ってる、ね、カサ女食べてみて。開けたいと思います。カサ女の顔はいかに。でででで、待って、うそ。やべえ、コロって落ちました。でねんねん。ちょっと待って、エイリアンだよ。ただ出てきたのそれ。どこバンバンに光ってる。朝起きてさ、目の前にこいついたら怖いよ。怖いよ。あ、普通のクッキーこれなんだ、ココナッツか。ココナッツだね。そうだよね、ココナッツの味する。うん、こちらもちょっとザクザク系。ザクザク系だこれね。ほんとだ、ほら。あ、ほんとだ。え、ね、うまそう。なに、何入ってんだろう。あ、柔らかそう。なんだ、ネバッとした。柔らかい、ちょっと優しい。優しい感じがする。優しいね。これベトナム行った時買った方がいいよ、うん、みんな。海外のお菓子ってさ、すごい歯に詰まる感じがする。 あと濃かったり。うん、そうそうそう、なんかそんな感じがしないから、うん、美味しい。じゃあお次、台湾。じゃーん、うわ、服だ。アディダスの服。嬉しい。裏地がね、こう可愛いの、こうなんかね、今のアディダスって和柄ばっかなんだよね。でこれと、え、いいの、和柄の靴下。靴下は私好きで、うん、よく集めるんですけど、うん、これ一目惚れしたんで買いました。これさ、まず可愛いポイントが、まあ、アディダスで独特のこの3本線があるでしょ、うんうん、これもちろんあるんだけど、ここラムが好きなの、このタグ。こんなところにタグついてるのってあんま見なくない。おしゃれ。めちゃくちゃ合うと思う、この和とは。着るわ。ぜひとも着てください。一個さ、食べてほしいやつあるんだけどさ、パイナップルって苦手？好き。台湾イコールなんか夢のお土産ってパイナップルケーキなの。これ食べてほしいんだけど。食べた？食べた、めっちゃうまい。わし5個ぐらい食べた。あ、爆食いなんだ。爆食いした。匂いは普通のなんかパンケーキみたいな。そう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 、ね、いただきます。水分持ってかれない、そんなガッツリいったら。どういった？秒で持ってかれた。シュッて口の中一気に砂漠になる。中にパイナップルのなんかペースト状みたいなの入ってるんだけど、うん、これがね、もっちりっていうかちょっとねちょってしててね、美味しいんだよね。うまっ。そんなになんかパイナップルって感じがしない。そうなんだよね、風味もほんとファッてするだけ、うん、もっとパイナップルが出るのかなって思ったけど。でこれいつの間にかいっぱい食べちゃうタイプのやつなんで、親にお土産買ってきたのに私はほとんど食べました。めっこしかないじゃん。絶賛コロナでやべえって時に台湾行ったの、うん、行ったら、うん、もうどのお店入っても体温計、ホテルとかも毎回
入るたんびにもう体温計と消毒やらされて、コスプレのフェスみたいなとこに行ったんだけど、コスプレのフェスの建物内は絶対にマスクしてじゃないと入れないみたいな。だから街中歩いててもマスクしてない人誰一人いない。徹底してるなと思って、うん、日本もここまでやってんだろうなって思ってたの、うん、行ってる間ちょうどピークだったから。で戻ってきたらマスクしてる人ほんと全然すれ違わないみたいな。マスク別にしてなくてもお家帰ったりとかなんか食べ物食べるときは絶対手洗いはすれば大丈夫って言ってたから、うんうんうん、ね、ピークが4月5月ってだから花粉と共に来るんじゃない。うわー最悪だね。あ、そう、風向きがそういう風向きなんだ。そうそう、だからマスクとかね今品切れ状態じゃん。そうね、どうすんだって話ですよ。1日さ2回3回外に出るんだったら3回ぐらいはさ、うん、変えなきゃ。あとたまにさやらんないよ、こう再利用する人いない？こっち使った後こっち使う人を見たことあんの一回いけないじゃん、だって直接さ、うん、入ってくるじゃん。何の意味があってそのマスクしてんのみたいな直接菌を嗅いでるようなもんだぞって言ってやめた方がいいですよ、そういうのはね。その使い方はやめましょうチョコね、めっちゃそうだよねありがとう、チープな感想ありがとう